田中一慶一は日本の実業家。タイトヨタ自動車取締役社長やデリフィス取締役社長、バンコク日本人商工会議所会頭などを務めた。東京都生まれ。1979年、東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業。在学中は東京外国語大学公式野球部の活動に熱中した。同年、 トヨタ自動車販売入社。トヨタ自動車人事部人事室室長。厚生労働省高卒者の職業生活の移行に関する研究会委員等を経て、2001年にデルフィス、出向。2005年、トヨタ自動車号は中近東業務部計画室室長。2006年、トヨタ自動車号は中近東事業部部長。2009年、大国トヨタ自動車取締役社長。 2011年、万国日本人商工会議所会頭。2012年、トヨタ自動車常務役員号は本部副本部長、トヨタモーターアジアパシフィック取締役社長。2013年、インダスモーター取締役。2015年、トヨタ自動車常務役員アジア、中近東本部本部長、トヨタモーターアジアパシフィックエンジニアリングマニュファクチャリング取締役社長。 トヨタモーターアジアパシフィック取締役社長。2017年、トヨタ自動車顧問。同年、デリフィス取締役社長。この間、フィリピン協会理事、ベトナム協会理事なども務めた。2020年、ケイティドルフィン設立、代表取締役社長。2021年8月18日、タイの経済誌、プラチャーチャートトゥラギットが17日に、 心臓病で死去したことを報じた。去年66、ありがとうございます。